ところがね、もう少しねサイドへ出る動きも使って正面に立たない方がいいかも分かります、うん、とはあいいことですよね。なるほど、ええ、ナイフェンダー、ありがとうございました。カウンターです。踏み込んできたところ当てます。2方入ってくるような感じです。ここまで見る限りにはゴンサレスを KO したという自信が新しい西岡が作ってる感じがしますけどね。なるほど、これまで2連続 KO 勝ち、KO 防衛を続けている西岡俊明。前回あの強豪ジョニー、KO を下しました。アッパーが入ります。そしてイダラオート頭も当たった。いいですね、エルナンデス左をやっぱ打ち込んできたみが非常に成熟した安心するものがありますね。いいパンチが来ました。踏み込んだ左です。今の入りロブズライブ右から左フォローしていきます。届きません。またボディこれよく来ます。何発目でしょう。エルナンデスは西岡君ですよね。闘牛士のように相手が入ってくるところ うまくさばいてますね。おお左頬を捉えました。クリンチします。やっぱりスタートに西岡選手の要望で、うん、ちょっと頭の中見ましたもんね、うん、なるほど冷静です。第3ラウンドです。 WBC 世界スーパーバンタムで、防衛に成功しています。おお左このフォローしてきます。襲いかかってきました。入ってくる。いろんな角度から来るから読みにくいですね。そうですね。また入ってきました。まあ、ただ今西岡選手冷静に全部対応してますからね。ボディを打ちます。左から右フォローしていきます。ちょっと低いぞとお互いに注意がありました。ラスト行きます。せーの、ラスト行きます。カウンター、ナイスだ。いいカウンターでした。引っ叩きましたね。浜田ちょっと浅かったんでしょうかね、うん、それほどこの西岡の左は威力があります。もう一回ボディから組み立てることですね、はい、なるほど。パーンとストレート打ってきたですよね。あれだけ入りますと西岡もどうしても狙いたくなりますよからね。第3ラウンド終了です。浜さんどうです、西岡10対9です、はい。西岡陣営は相手のラウンドこのコーナーをずっと注視してるんですけど、まあ、終わりなのか、顎の方に折れたかなんか、ね、かもしれないですね。あの左の一発、相当今インターバルで嫌がってたんですよね。顎、試合終了です。顎がイバン・エルナンデスギブアップ、防衛ですよね。